Hey, what's up? Thank you so much for coming by. My name is Rainy and I'm your host. 皆さんこんにちは。English Partners のレイニー先生です。今回はよろしくのいろいろな言い方をご紹介したいと思います。So, are you guys ready? I'm ready. Let's begin! さあ、How is your Saturday going? 皆さん、土曜日いかがお過ごしですか?我が家はですね、主人がウォーキングデッドにドハマりしているので、というのも初めてじゃないんですよ。なんか2回目ぐらいの波が来て、ここ数日でシーズン4の半ばぐらいまで見てます。いや、すっごいスピードです。毎朝起きて、私はもう娘と大体寝落ちするんですけれども、次の日に、どのぐらい進んだのって言ったら信じられない数のエピソード数が進んでいて。ちなみに、今、これを撮影している隣の部屋では主人がウォーキングデッドを見ているので、たまにゾンビの声が聞こえたら、So sorry about that, like, みたいな声が入ってるかもしれませんけれども。でも、なんか私もたまにこう、チラチラ見ながらいろいろ家事したり仕事したりしていて、でもすっすごい面白いですよね。ウォーキングデッドご覧になった方どのぐらいいらっしゃいますか？私の周りでも海外ドラマに一切興味がなかったのに、なんかウォーキングデッドから入ったっていう、海外ドラマにはまり込んだっていう友人も何人もいるぐらい、ハマる理由がわかりますね。で、見ていると、あ、これ絶対に私の YouTube チャンネルで皆さんにシェアしたいフレーズだなとか使い方だなっていうのがあったので、いい発見があったので、近々またやりましょう。海外ドラマから学ぶ系のやつやりましょうね。 OK、 今回は冒頭でもお伝えしたように、よろしくのいろいろな言い方をご紹介したいと思います。日本語のよろしくという言葉、とっても便利ですよね。よろしく一言を言えば、何かいろいろなことを察することがお互いにできる超便利ワードですよね。英語で果たしてこのよろしくの直訳があるかといったら、答えはノーなんです。ないんですよ。じゃあどのように使うかというと、場面場面で言い方が違うんです。今日はその場面場面での使い方というのをいろいろお伝えしていくとともに、中にはビジネスシーンでも役立てるものもあるので参考にしてください。ではまずカジュアルなものからいきましょうか。これからもよろしくねと気軽に言いたいとき、別れ際だったりとか、まあメールだったりもそうですよね。そうしたらこのような言い方があります。 Let's keep in touch。これは直訳をすると、連絡を取り合おうねというふうにも言えますが、イコールこれまたよろしくね、これからもよろしくねというふうに捉えることができるので、日本で言ういわゆるこれからもよろしくねは Let's keep in touch とも言えるでしょう。 Move on。 次は別れ際に、今後ともどうぞよろしくお願いいたしますという、先ほどのカジュアルなものに比べれば、より丁寧で、ビジネスシーンでも使える一言です。It was nice meeting you. It was nice meeting you. あれ?これどこかで聞いたことあるなと思った方、私のチャンネルの昔のエピソードをご覧くださってありがとうございます。そう、二つ前に、いろいろな挨拶という、もの動画を作ったんですけれども、その中にお会いできて光栄でしたという時には It was nice meeting you と使いますよとお伝えしましたけども、まさにそれで、イコール今後ともよろしくお願いいたしますと取れますよというので、この It was nice meeting you はまさに今後ともよろしくお願いいたします。一緒に覚えましょう。あとは似たような意味で It was a pleasure meeting you も同じように使えますね。一緒にこれ覚えちゃってくださいね。もう一度言いますけど、これはカジュアルにもビジネスシーンにも両方とも使えます。さあ次、今度はお仕事を今後一緒にする人に対して、今後お仕事をできることを楽しみにしていますというニュアンスで、今後ともよろしくお願いいたしますというふうに言いたければ、例えば I'm looking forward to working with youという言い方があります。I'm looking forward to working with you. これは直訳すると、あなたとお仕事をすることを楽しみにしていますというふうにも使えますし、今後ともよろしくお願いいたしますという日本語の意味合いでも使えます。すごいですね。はい。
ではでは引き続き、ビジネスシーンで役立つよろしくお願いいたしますですけれども、引き続きよろしくお願いいたします。これはメールでよく書くものですよね。私も受講者の方とのメールのやり取りで引き続きよろしくお願いいたしますとよく書きますけれども、それは英語でこのように言います。 Thank you for your continuous support. Thank you for your continuous support ですね。もしくはこれもビジネスシーンで役立つのが Please keep in touch という言い方になります。さっき出てきた Let's keep in touch はよりカジュアルなので、ビジネスシーンでお使いになりたい場合は Please keep in touch をお勧めします。例えばこれ運んどいてねよろしくみたいなカジュアルな、本当にカジュアルなやり取りあるじゃないですか。そういう時はよろしくは Thank you でいいんです。はい、 Thank you、 ありがとう、ゴール、よろしく、ちょっといろいろ発想転換していくと、あ、これもよろしくになるなというものがよろしくと英語で言えていることになります。あと結構私これ海外で生活していてよく聞いて、でも衝撃だったのが、よくお母さんによろしくお伝えくださいっていうフレーズあるじゃないですか。もう本当に直訳なんですよね、英語で。この場合のよろしくは Hi なんです。どういうふうに言うかというと、お母さんによろしく伝えといてと英語で言いたければ Hi Please say hi to your mother なんですね。お母さんに Hi と言っといてイコールよろしくと言っておいてとなります。なかなかなんかあまりに直訳すぎて、はいってすごいカジュアルだと思ってたからよろしくお伝えくださいと言いたいのに、なんかはいでいいのかなと思ったんですけど、それでもっと面白いのが、レイニーがはいって言ってたよってお母さんにその子が伝える時って、レイニー said hi っていう風に伝えるんですよね。次もビジネスシーンに役立つ一言です。上司へよろしくお伝えくださいと言いたければ Please send my regards to your supervisor になります。だいぶさっきのお母さんによろしくって言っといてからカジュアルからだいぶフォーマルになったんですけど、まあこの2つの言い方を覚えておくといいでしょう。では最後に、もし英語でこれまでメールでのやり取りをしたことある方だったら目にしたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、末尾にいろんな一言を添えるんですよ、英語では。でそれらがどれもまあよろしくとメールの末尾につける文言なんですけれども、例えばカジュアルなものであれば Best comma rainy みたいな書き方をするんですよね。それから Best regards、 次が、まあ、ややカジュアルなのが All the best という言い方もあったり、あと一般的にまあ Thank you という言い方もあったりします。そして丁寧で一般的なのが Sincerely という使い方があります。そしてかなり丁寧なのが Yours Truly という言い方になります。たくさんいろんなよろしくをお伝えしましたけども、いかがでしたか？ ご自身で使えそうなものありましたか？ぜひ日々の生活の中で使えそうなものを覚えていってください。よろしくとかお疲れ様って何て言うんですかって本当によく聞かれるんですけど、一言じゃ言い切れないんですよ。先ほどお伝えしたようにシーン別で使い分けがあるので、でも意外とね知っている言い方だったりもしたかと思うので、よろしくの言い方をご紹介しました。So, いかがでしたでしょうか。 That's it for today、今回の内容が面白かった、役に立った、レイニー先生子育てしながら動画撮ってるのね、まあまあでもよく頑張りましたと思ってくださった方はいいねボタンを押してください。それから初めてご覧になってくださった方、ぜひ登録お忘れなくということで、Thank you so much for coming by. My name is Rainey and I will see you next Wednesday、今日もレイニー先生の必ず役立つ英会話をご覧くださってありがとうございました。皆様とはまた、来週水曜日にお会いしましょう。 So till then, bye! Jump, 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 jump.さあここでレイニー先生の活動をご紹介させてください。 English Partners が運営する英会話スクール English Partners では、私たちと一緒に楽しく英語を身につけたいという受講生の皆様を随時募集しています。オンラインレッスンも始めたんですけれども、始めたというのは結構前なんですが、とにかく今の時期は全てのレッスンをオンラインレッスンに切り替えて行っております。すごいです。沖縄の方から、北海道の方から、広島、鳥取、長野、
などなど、もうありとあらゆる場所からオンラインレッスンができることにすごく喜びを感じているのとともに、このような機会がなかったら、もしかすると出会えなかった方とも出会えていることにご縁を感じています。本当にありがとうございます。すごく楽しくオンラインレッスンご好評いただいておりますので、ぜひこの機会に試してみてください。さあ次に、アプリレイニー先生の動画で簡単英会話はアップストアにて配信しております。こちらは、声優気分で英会話を楽しむことができる動画学習アプリです。最後に、イングリッシュパートナーズのメンバーが出演している1分で見る辞書動画、あれこれイングリッシュそうね、こちらは、Twitter、Instagram、Facebook、そして YouTube で毎日毎日新しい単語やフレーズを配信していますので、合わせてチェックしてくださいね。ということで、今日もお騒がせいたしました。Thank you so much for watching. I'll see you later. I'll see you next Wednesday. Bye! おじいちゃん! What is your favorite color?Red, uh-huh. pink, uh-huh. blue. Oh, wow, you have many. What's your favorite food? Melon. Melon? Really? Okay, I thought maybe ice cream for you.